送電線の点検作業は、保守作業員が、送電線に乗り出して、点検する方法であったり、あとは地上からですね、高倍率スコープで目視確認する方法や、またヘリコプターで撮影した映像から確認するといった方法を行ってきていました。で、その中でも、ヘリで点検するという機会が比較的多く占めております。これまで熟練の保守作業員の方が撮影した映像をスローで再生しながらですね、労力をかけて確認をしていたというところがあったんですけれども、今回その最新技術を用いて、効率化を図れないかという観点で、AI を活用した、架空送電線の診断システムを、開発したという経緯になります。これによってですね、スロー再生していた、その作業時間というものが、50% 程度削減されまして、異常検知の効率化、またその高度化を図ることができたというものになります。ほとんどの会社さんが危険な乗り出しによる点検に頼っているというのが実情と伺っております。他社にとっても当社の AI システムをご利用いただくことで、余計な開発費をかけずにより安全な機械化というところをご利用いただけると。単独の電力会社のみではなかなかこのデータ収集というところは進みません。複数の会社にて一つの AI を共有して、共にですね、性能を高めるためにデータ収集を可能とできるように、今回グリッドデータバンクラボ様、GDBL 様に AI 総合利用プラットフォームというところをご提供いただいております。実際にこの11月からこのプラットフォーム上で東北電力ネットワーク様との総合利用の開始に至っておりまして、さらなる性能向上というところが期待できるというところでございます。少しドローンとヘリで撮影したその、画質のようなものが少し違いますので、そこがしっかり AI でも対応できるように学習をですね、AI にさせてあげる必要があると。なので、ドローンで撮った映像をどんどん学習すれば、AI はそれを学びますので、そういった取り組みを今やっております。人手不足といったところから、手が回らなくなってしまう前にですね、何としてでも先手を打っておく必要があると。そういった気持ちの一心でですね、モチベーションを維持していたかなと思います。現場の方々に、安全にですね、お仕事をしていただけるかというところ、そういった観点に沿って、このような機会化というところを、当社だけではなくて、全国の方々にご利用いただきたいという、そういった思いで、こういった開発の、モチベーションとしておりました。今後ですけれども、送電線のみならずですね、電力設備に関して、よりデジタルで効率化が図れるように、引き続きですね、送電分野の設備等について、開発をデジタル化にしていくというのを行っていきたいなと考えてます。今後もその現在の業務の延長線上としては、さまざまな AI DX 案件において各社様との相互利用というところを企画することで、全電力台、全国台での、低コストでの業務効率化達成というところを寄与することができたらなと思っております。